葵お姉ちゃんとお兄ちゃん、二人きり？そんな余計なこと考えてる余裕ないわよ。月曜、小テストだから。修士？ま、テストも何もかも投げ出して、私にいたずらしたいとか言い出したら知らないけど。したてだな。したてだ。した。だから心配しないでいいわよ。傷つくじゃないバカ。鏡見ろ。顔色悪いに気づいてないの？呆れた。昨日夜遅く帰ってきて、その体たらくとか自己管理できてないじゃない。顔洗って部屋戻って寝れば。教室に風の菌撒き散らす気？悪化させて私に移す。というか、昨日から体調悪そうだったのに。バカは風に気づかないって言うけど、ほんとね。